レイオンゴジャサルキッチガイエス黒天使沼沢ジャキ、カ西純レイオンゴジャサルキチガイエスは、主に大日本プロレスで活動する、タッグチーム。2005年6月8日、大日本プロレス、横浜分隊大会での、黒天使沼沢ジャキデスマッチ7番勝負第6戦、カミソリ十字架ボードデスマッチ終了後、対戦相手を務めた、カ西純が、スポーツライクな、 爽やかなデスマッチをやっていると、大日本のエース、伊藤隆二のデスマッチ感に異論を唱え、デスマッチは男臭い、ドロドロとした世界だと、同じ考えを持つ沼沢と、意気投合。キチ、イタッグ結成に至る。キチイと書かれた、セクシーパンツ姿にもなり、ファンを沸かせていたが、10月下旬、火災の内臓疾患による欠如により、活動休止を余儀なくされる。 火災欠場の間、沼沢は、メンズ帝王をパートナーに活動。火災本人も、治療の合間を縫って、肉体改造に成功。2006年、火災の復帰に伴い4月22日札幌、定戦ホール大会より、活動再開。9月以降、対戦する機会が多くなり、沼沢の BJW 認定デスマッチヘビー級、王座挑戦などもあり、 解散の噂が囁かれたが、逆に結束は高まり、解散は回避された。2007年、アパッチプロレス軍に活動範囲を拡大。6月24日、アパッチ高楽園ホール大会で、ウータッグ王者決定トーナメントに出場し、チーム初のタイトルを獲得、会場に、基地、イコールを巻き起こした。火災は、アイスリボンに所属する、女子レスラーである、 松本とと、385とサルキチガイ S を結成し、インターナショナルリボンタッグ王座を獲得している。また、カ西沼沢、松本の3人で、385ジャサルキチガイ S を、組 DDT、プロレスリングの子 D6 人、タッグ王座に挑戦したこともある。ありがとうございます。